皆さんこんにちは。新しい党広報最高責任者の渋谷区議会議員橋本由紀です。今ここで私の決意を表明させてください。私は次の党総会の代表選挙で新代表に立候補します。今の新しい党はしがらみのない全く新しい党と言いながら、既存政党である日本維新の会と共闘路線に動き出しています。日本維新の会との共闘路線に私は度重なる執行会議でも断固反対の立場をずっと取ってきました。しかし現代表が日本維新の会の議員であるという現状の前では、私の意見が通ることはなく、そして党内でもこの議論が大々的に行われることはありませんでした。私は自分の思いをこのまま諦めることはできません。だから最後の手段として、最後の切り札として、代表選挙に立候補させてください。本当に大切なことで、今ここで党員の皆さんと一緒に考えたいことだから、代表選挙という制度を使わせてください。もし代表選挙の結果音喜多代表が選ばれれば、私はその結果を尊重します。新しい当たり前を作ろうというスローガンが掲げられた時、新しい党が生まれた時、これまでの政治にない全く新しいしがらみのない政党に、この新しい党が育っていくことを私は期待していました。きっと同じような期待を持っていた党員の方も少なくないと思います。このまま新しい党が日本維新の会と共闘路線を取っていく、それって本当にいいんでしょうか。本当は新しい当たり前を作ろうと言って生まれた政党が、既存政党と手を結んで、少しでも利用できるものは利用して有利な生存戦略を取っていこうと、政治の世界では極めて当たり前の状態に新しい党が今陥っています。このままでいいんだろうか、そういうモヤモヤした疑問を今ここで皆さんに問いかけたいです。一緒に考えていただきたいです。音喜多代表は政治の門戸を開いてくれた、私にとって政治の世界のお父さんでもあります。とても尊敬しているし、政治の世界に導いてくれて感謝をしています。国会でも大いに活躍していただきたい、いただきたいと思っています。参議院議員選挙も応援したことに後悔はしていません。だけどそれとこれから党がどうなっていくのかというのは、また全く別の問題だと思います。私が新代表になれば、すでに決まってしまったもの以外、他党との協力は一切しません。若い世代でも女性でも、ハンディキャップを抱えた人でも、政治の世界が怖いだなんて思わずに、政治参加の最初の一歩を踏み出せる、政治参加のデビューを飾れる、そんな政党にしていきます。本当にオープンでフラットな政党にしていきます。そしていつか日本の政治の在り方を変える、そんな存在にしていきます。どうか皆さん、党にとっての大切な未来を一緒に考えてください。よろしくお願いします。それではここからは、橋本由紀さんに具体的なテーマに、はい、絞って掘り下げてお伺いしたいと思います。まず立候補に至る経緯についてお聞かせ願えますでしょうか。はい、まず私が新しい党に入党した理由からお話しさせてください。新しい党は、その生まれた時にこれまでの政治にない全くしがらみのない政党で、本当に有効な政策を掲げる、もう選挙とかにこうために姿を変えずに有効な政策を提言できる、そういう政党だと思って、それを期待して入党したっていうのと、こう初めから一から政党を一緒に作っていくっていうことにすごくワクワクして、新しい党を私は選びました。
でそのまま私は本当にしがらみもなく、まあ、決して有利とは言えない条件の中で初めての地方統一選挙に挑んで無事に議席を獲得したし、同じように新しい党の仲間も、まあ、議席を獲得したっていうところに至ったんですが、まあ、その夏の昨年の夏の参議院議員選挙で、まあ、時田代表が国会選挙、国政選挙に出るっていうことで、まあ、本当にこう時田さんには政治家でいてほしかったし、まあ、議員であるべきと思ったので、まあ、少し新しい党の理念とはそれてしまうけど、例外的に国政選挙っていうやっぱり地域政党でアンタッチャブルな領域だったので二重党籍を認めて応援しました。で私は今もそれを後悔していないし、時田さんには国政政党ですごく活躍してほしいなと思ってます。だけどやっぱりこうそれ以降も維新の力を借りてとか、まあ利用してとか、まあ、一緒に共闘路線に行った方が議席獲得ができるんじゃないかみたいな話が、まあ、執行会議でもオンラインサロンでも出てくるようになって、こう違和感をすごく強く持つようになりました。で私はそれに、まあ、反対っていう立場をずっと取ってきたんだけど、まあ、それでひっくり返ることもなく今もこうなあなあにそのままの路線でずっといるし、まあ、党内でもそういう議論が大々的に行われるような機会もこれまでにずっとなくて、でも私はやっぱり諦められないし、私たちはしがらみのないまま選挙を戦ってきて、それが私たちにとっての当たり前のはずなのに、こう今の新しい党が走ろうとしているレールって当初からやっぱり矛盾してるし、この軌道修正するチャンスって今しかないと思ってて、本当にこのままでいいんですかっていうのをこの立候補を表明することにしました。でやっぱり時田さんってもう私にとっての大先輩だし、政治のキャリアもすごく積んでるし、発信力もあるし、まあ、そういうもう党の生みの親でもあるし、そんな方にこの27歳だし新人だしみたいな私が挑戦するっていうのは本当にありえないことだと思うけど、私は本当に新しい当たり前っていうのを本当に作りたいから、この戦いというか挑戦を決断しました。現代表である時田俊代表について、なぜ今回、立候補するかというお話をお伺いしましたが、うん、橋本由紀さんとの考え方の違いみたいなのがもしもあればお伺いしたいと思います。はい、まあ、新しい党はこれまでアジャイル政党と謳ってきています。で政策を、まあ、時代に応じて変わる価値観とか技術とかに応じてアジャイルしていく、変えていくっていうのには 100% アグリーなんですが、この理念だけは絶対にアジャイルしちゃいけないと思っていて、この理念を曲げずに堂々と戦っていかないと何も新しくないと私は思っています。だから新代表が必要なんじゃないかなって思ってます。その時田代表が掲げている理念と橋本由紀さんが掲げている理念、それをアジャイルという言葉が出てきましたけども、うん、そこには違いがあるように聞いてて感じたんですが、うん、時田代表がおっしゃるアジャイルと橋本由紀さんがおっしゃるアジャイル、その違いについてもしもお聞かせ願えたら助かりますか。私が言ってるアジャイルっていうのは絶対芯は曲げない、軸はずらさない、理念は絶対に最初から最後まで通すっていうのはある上で、自分たちが持っている政策、提案していく政策っていうのは時代に応じて柔軟に変えていくっていう意味でのアジャイルが私にとってのアジャイルだけど、時田さんが今言ってるアジャイルは、まあ、これまではずっと 100% 合致してるんだろうなって思ってたけど、今時田さんがアジャイルしていこうとしているのは党の理念そのもの。それはなんでそうなったかっていうと、時田さん自身が日本維新の会既存政党の力を借りて、まあ、自分の議席を取ったと。でそういう路線というかそういう現状に状況が変わったから、その状況に合わせて党の理念をアジャイルしようとしている。で自分がそういう立場に今いるから、党勢拡大もその方向でっていう形でアジャイルしようとしてるけど、それは新しい党のしがらみなし、これまでの政党にない政治っていう根本の理論を、もう理念を
アジャイルしてるから、もうそれは私が言ってるアジャイルとは全く違うと思います。だから今回、音喜多代表の考え方に問題提起をする意味で立候補されたわけですね。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、最後に、橋本由紀さんが代表になったら具体的に何をやりますか？はい、議論の場として党のオウンドメディアを作ります。今の政治って全然私たちにとって身近なものじゃなくて、結構政治的な発言をネットですると炎上しやすかったりとか、まあ、政治の話をすると、ちょっと惹かれちゃったりとかっていう、政治が腫れ物みたいに感じる経験ってある方たくさんいると思うんですけど、そういう政治のタブー感っていうのを私はなくしていきたいなと思ってます。まあ、議論の場としてオウンドメディア、番組を作ります。一般の方とかが出演して、いろんな分野に興味がある方がいろんな分野の話をしたりで、視聴者の方とインタラクティブにコミュニケーションを取ったりっていう、ゆるい政治番組っていうのを作って、みんなにとっての気軽な政治参加のきっかけを作れたらいいかなと思います。今ネット番組にはいろんな番組があるんですが、橋本由紀さんがイメージする、番組というのは具体的にはどういう番組になるんでしょう？そうですね、政治版グータンヌーボみたいなのが私のイメージです。私自身が政治に興味を持ったきっかけが政治番組に出演したことがきっかけ で、その時はもう国会議員の方とかも専門家の方すごいいて、もう論争みたいな感じだったんですね。でその場にいていろんな意見聞くと、あ、そういう意見もあるんだなって思ったりとか、でも私はこう思うなみたいなのを感じたりして、それが政治に興味を持つきっかけにもなったんですけど、でもやっぱそういう激しい論争の中だと自分が発言するの怖いので、あんまり意見言うのがこう勇気がないと言えないみたいなことがあったので、私はもっと緩いお互いの価値観とか考え方を認め合えるような、議論の場所っていうのを作りたいなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、最後まで見てくださってありがとうございます。私の思いが伝わったら